世界アジア東、アジア日本南西諸島奄美群島カケロマ島奄美大島の高知山から見た、コニアの町と大島海峡対岸のカケロマ島フェリー、カケロマ、カケロマ島は、奄美群島内の島で、鹿児島県大島群瀬戸内町に属する、真っ白な砂浜とコントラストをなす青い海とが、特徴的で、カケロマブルーと呼ばれる、奄美群島面積77.25。 平方キロメートルで大島海峡を挟んで、奄美大島南岸と向かい合っている。また、地形は細長く海岸線が複雑に入り組んでいるため、海岸線長は147.5キロメートルと長く、なっている。島内には小さな集落が30カ所ほど存在し、人口1212人、世帯数830世帯、島内には4局の郵便局が存在する。いずれも、 特定郵便局である、佐藤キビの栽培、漁業、キビズ、黒糖上駐の製造、観光、島内に大規模な商店はなく、島民の多くは、フェリーかけろまで行ける、小ニア港付近のスーパーマーケットでまとめ買いをする。島の北側の札川湾は、太平洋戦争中、軍港として栄山とや武蔵など、連合艦隊の戦艦が停泊したことで有名。また、島内各所に、 特攻兵器信用が配備され、出撃命令を待っていた。このうち、ドンの裏の、第18信用大使機関は、島を年夫であった。航路定期、バスレンタカーレンタカーは、伊カ港及び世商港付近で業者が営業している。架橋構想奄美大島とかけろマの間に橋を、架ける構想が存在する。しかしながら、台風の上習地帯であり橋のかなりの強化が、必要であること。 海峡の水深が深く橋脚関連の工事が難しいこと、台風時に大型船舶の被迫地になっていることから橋の水面上位置をかなり高くする必要があることなどから建設に多額の費用を要すると見込まれ、経済効果の大きさに見合わないとして着工に立っていない有料老人ホーム。 ゆうたけ併設かけろま島展示、体験交流館かけろま島は、厚み清の遺作ともなった、トラさんシリーズ第48作目の舞台となった。島内には、ロケ地記念碑が6カ所に設置されている。また、かけろま島にわたる、小宮港にも設置されている。ABCDEFGHI、旅来ら鹿児島観光情報、2020最新版、かけろま島観光で死体6のこと。 18の体験。2020年3月29日閲覧。平成26年全国。都道府県市区町村別面積町島面積。国土地理院。2015年7月13日閲覧。琉球新報沖縄コンパクト時点。人口世帯集計表。瀬戸内町。2020年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年5月11日閲覧、交通アクセス。瀬戸内町。2014年2月23日閲覧、天見瀬戸内観光協会公式サイトかけろまとへ。2020年4月5日閲覧、天見瀬戸内観光協会公式サイト2019-11空港コニアの直行バス。2020年4月5日閲覧、クラマツ市、会場タクシー。 アマミマルゴド、百科、鹿児島、南方新社、2003年、PP194 から197、ISBN4 から93万1376から98から3、時刻表、かけろまバス有限会社、2014年2月23日閲覧、日本財団図書館アマミ大島群島の、海上交通ネットワークシステムの確立に関する、 調査研究報告書、医療法人、特集会瀬戸内、特集会病院巡回診療所、2020年4月5日閲覧、ありがとうございます。